今日お披露目されたのはザ・プレミアム・モルツ東北祭りデザイン館。山形市の東北芸術工科大学とサントリーが東北の夏祭りを盛り上げようと企画しました。東北各県出身の学生などがそれぞれにふるさとの祭りをイメージしてデザインしました。いわき市出身の久美奈美さんは福島わらじ祭りの思い出をもとに賑わう様子を表現しました。お祭りの雰囲気だったり熱気というものが表現できるようにと思いながら制作いたしました。限定デザインのビールは今月27日から県内のスーパーなどで販売されます。